月刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向か右という番組です。今夜のゲストは、宮崎雅弘さん、ジャーナリスト、最近ですね、この怪獣社からトランプノミクスという本を出しになって、日本再生、米国ロシア復活、中国 EU 沈没と、なんかいいなというのはあれですけど、あのトランプノミクス、最近トランポノミクスって言ってますよね。いや、あのね、はい、ニューズウィークが最初トランポノミクスって言い出して、あ、そうなんですか。で、あの論調っていうか、まあ、リベラルの人たちはニューズウィークはもうものすごいあの厳しいですからね、トランプに対して。そう、はい、ですから、そのね、からかってるわけよ。あ、そうなんですか。だから私は政党に行こうと。あ、まあ、異端の政党になったんですからね。トランポノミクスっていうのはからかいなの、あれは。まあ、からかい半分入ってるんじゃないですか。そうなんですか、ええ、そうなんだ。トランプっていうのはそもそも切り札って意味ですからね、うん、それは認めたくないわけですよね。まあ、まあ、うん、なるほど、そうか。だいたいこういう日本再生、米国ロシア復活、中国 EU 沈没と、大きく言うとこういう感じになるわけですね。なっていくんじゃないでしょうかね。例えばほら、就任前のね、はい、就任直前のギャラップの世論調査で、はい、大統領を支持するかと、トランプさん 44% しかないでしょ、うんうん、歴代ね、オバマが 83% ぐらいあって、うんうん、ブッシュもクリントンも 62-3% あったんですよ、はい。ところがトランプさんはこれマスコミ全部敵にしてるから、うん、まあまあそうですよね。ですから44、しかしね、私に言わせれば44っていうのは変わってないんですよ、はい、しっかりしてる。これ全然ぶれない 44% の層がきちっとあるってことは、思い切ったことやりますよ。全然ぶれる必要ありませんもんね、その右左する必要はない、もう右向いたら右のままと。この前も伺った時にも、宮崎さんアメリカに大統領選の取材に行かれて、まあ、こういうたくさん本が出てましたね。で、いや、これもうね、日本でももう今20冊ぐらいあるんじゃないの、トランプ本ばっかりね。関連本がね、そうですね。これをこの人形もその時にあの宮崎さんが買ってこられた、結構かっこいいですけど、これは。いや、ここはほら、なんか襟巻き巻いてるでしょ。あ、なるほど。何ですかこれは。いやいや、それを外したんです、これは。ただそれだけのことです。宮崎さんは、まあ、トランプもありだと、はいはい、いうことをちょっと予測なさってましたけど、まあ、予想通りというか、そうですよね、予想以上に、いや、予想以上というか、以来ね、要するに中西部でね、インディアナ・オハイオを落としたらもう負けだと言われていたので、両方勝って、そうですね、あそこでイリノイだけ負けたんですね、で、南中西部の方ではコロラド、つまりデンバー・コロラド、それからニューメキシコ、この辺落としましたけどもね、この辺はもう移民が多いところだから落ちるのは当然、でカリフォルニアはね、あれはアメリカ人自身が自重的に言ってますがね、これカリフォルニアっていうのはクレイジーランドだと、あそこカリフォルニア一州だけ切り取ってもね、世界の GDP の7位なんですよね、完全に独立国でした。あのカリフォルニアも本当にリベラルが多いですから、あそこではもう勝てない、初めから投げてたでしょ。いや、ですからそれはヒラリーさんの方が200万票多いんだからね、何しろね。でもこれアメリカの選挙のメカニズムでトランプさん勝つということになってて、それに対しては誰も文句言ってないわけですよね。決めたことは決めたことだから。はい、いよいよ就任なんですけど、直前にね、はい、またまあ、選挙中にもですね、ヒラリーの方にロシアがですね、情報を流してるんじゃないかと、はいはい、いうようなこともあったんですけど、逆か、ヒラリーの情報を流してるか、要するに両方取ってるんだけれども、ヒラリー候補に悪い材料を意図的にそれだけウィークリークスなどに流したと。そうですね。で、それ逆に言えばね、盗聴というか情報を盗まれた方の防御がなっていなかったという意味でね、どっちが悪いのかということをもう問題にしなければいけないと思うんですね。で、トランプさんの方はね、ヒラリー選挙事務所よりももっとがさつで、防御も何も取ってないし、そもそもあの選挙事務所ってそんなに
機密がないんですよ。あ、そうなんですか。なぜかというと、ほら、政策協議して発表するのはみんな大統領のツイッターでね、本部が全然知らないんです。ですから、あの人ツイッター大統領といって、当選してからまだ2ヶ月も、もう300通やってるんですよね、ツイッターでね。ツイッターをね。で、それでね、逐一トランプの発言 で、例えばトヨタの株が落ちたりと、ガタ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 今世界中が揺れてるんですよね。まだ政権取る前ですよ。橋本徹さんみたいですね。だからね、いや、まあ橋本さんは日本的影響しかないけど、まあ、いや、世界的影響があるからね。だけどその、この間のですね、当選後初めて、まあ、記者会見をやって、その時にCNN のですね、取材をね、拒否したと、質問に答えないというような場面がですね、映し出されましたけど、まあ、原因は、バズフィードっていうそのネットニュースが、プーチンがですね、トランプのですね、秘密情報というかね、握っていて、それはそのトランプが、モスクワに行った時に、なんかユニバース、ミス・ユニバースかなんかの大会の時に行ったんですね。その時泊まったホテルでですね、とんでもないことをやってるの、それはなんかまあ放尿プレイとか言われてますけど、商法を何人か読んでですね、やったと、要するに逐一取られてて、ためにですね、トランプは、プーチンに対してはですね、強く出られないと、握られているがために、っていうようなことがまあ言われましてね、でそういうことが報じられたら、それは真偽定かならないんですけど、一応 CNN が報じたと、それにまあ怒って、トランプはですね、質問を拒否したと。いや、もうそれ以前からですよ、選挙のキャンペーン中からね、CNN っていうのは 90% 反トランプの放送してましたからね、クリントン積もり積もった ね、あれがあるんですよね、とにかくアメリカのテレビはご承知のように日本のテレビよりも変更してますよ、新聞もね、ニューヨークタイムズはひょっとしたら、あとかいう新聞よりももうちょっと左ですよね、そうですね。ですからそのね、アメリカ人の何て言いますか、今や、新聞を読まない人が大体 60% いるでしょ、で情報をネットとかパソコン、スマホだけで取るっていう人が 50% 前後いるでしょ、まあ、日本も大体若い人そうなってきますけどね、そうすると主要なメディア、特にリベラルのメディアが唱えてることに対する影響力がその層にはほとんどない、そこに強いメッセージがツイッターで発せられるって、そういう時代になったわけですよね、ですから今その CNN を中心に何かまあ騒いではいたけれど、それはね、偽情報、偽画像、何しろみなしハッキングなんてのもボンボンあるしね、まあ世界ですからね。いや、この間もね、イスラエルの中枢である軍隊がやられたんですよ。ああ、そうなんですか、これはロシアじゃなくておそらくパレスチナと言われてるんですけれどもね、若い兵士にね、フェイスブックで美女が語りかけるという、ハッキングですね。で、長いことチャットしてる間に情報を全部盗んで、でそれ気をつけなきゃいけないですよ。今このね、AI っていうかロボット革命が、人工知能が2045年には人間を超えると言われていて、そういう恐怖心があるでしょう、その一方でもう一つ進んでるのはその軍事ロボットですよ、やがてロボットは ね、軍事ロボットになったら、その戦争の形態がガラッと変わるしね、でその時最前線で使われるのはこれハッカーとかね、ネット、でその場合にネットを防御するということが日本にとってもアメリカにとっても一番大事になるんでね。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。
会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が舌を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンデマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々972円または1年で1万800円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組です。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所公開したらいいじゃないの、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。